皆様こんにちは、小川太郎です、えー。立憲民主党、えー、私、実はこの番組始,めるま始まるまでですね、全く興味がなかった、この人たちに。ただもう、私も国政のこと、国家のことをいろんな形で一生懸命考えている中で、もう本当邪魔な人たちだなもと。もうひたすらお国のためですよ、イデオロギーとかなんとかの問題じゃなくて、もう国会にプラカード持ってきたり、なんだかもう、 やじでもう国会が成立しないのをこの間映像で見せましたよね。もうとにかく邪魔なだけな人だと思ってたんだけど、最近ですね、もう一挙にこう回答するというか崩壊していくようなね、状況の彼らのことを少しこの番組やるために初めて関心を持ったんですよ。ただ、面白い人たちなんですね、この人たち。<laughs> 思ってるよりお面白い人なんで、なんだか、あの、興味持ってきました。<laughs> なんだっけ泉代表と、えー、が、150人、えー、議席目標150だと。で、えー、言って、えー、そしたら、その、それに対して、えー、代表辞任ラインだと。うん、原油97で150を目指すと。う大胆、不敵なる男、泉健太。それに対してですね、えー、蓮舫さんが、えー、なんか、 その後泉さんが言ったことに対してですね、えー、こういうことを泉さんが言ってると、できなかったら辞任という発想ではなく、立憲民主党の議席を伸ばすという決意と覚悟を示しました。立憲民主党は米国民主党のように、中道とリベラルが主軸の党として、皆様の生活を向上させるために働きますと。えー、あの民主党政権のの時代に私たちの生活が えどんなに向上したかえ振り返るなに恐ろしい向上の仕方をしましたよねそれをこういうことをシャーシャーと言えるこの泉健太さんの神経っていうのは私ね最近本当に興味が出ちゃってさこれでこれに対してですね「いやできなかったら辞任という発想ではなくえ立民の議席を伸ばすという決意と覚悟」って言ったってだってできなかったら辞任って言ってんじゃないですか。 できなかったら辞任という発想じゃなくていやそういう発想ですよねだって150議席なかったら辞任するって言ってんだからさでそれに対して、えー、こういう言い訳はいかがのものかっていうことを蓮舫さんがねこういう弁明はどうなのかっていうツイッタートをしたら、えー、泉さんが「弁明弁明などしていません、えー、私は150議席を下回るなら辞任と退路を明確にしていますあやっぱり退路を明確してんじゃないかと。<laughs> で えー、ただ、それに対してですねなぜ同じ党の仲間であり幹部経験者でもあるのにこんな投稿をツイッターでされるのですかやめませんかと、えー、蓮舫さんの、えー、ツイッターに対してそう言ってるとでも、みんな困惑しているわけですよね泉さん。その,この人を困惑させるやっぱり これだけ統制が衰えて何もやらないからもう本当に国会邪魔してるだけだから国民は本当に政治に関心のある多くの国民はですね怒ってるわけですよ本当にその中でね150議席を目指すというはそれは誰でも困惑すするですよねでそのこう蓮舫さんすら困惑する泉さんのこの発信に対してやめませんかという何ともほのぼのとした滑稽な。 えー、党だなぁと思っててこう最近見てるんですがそのそれで今度はまああの前回の動画でもお話し,しましたがそうは言っても本当にこれから野党の構成がガラッと変わってきます今回はその大きな潮流になるでしょうでそれに対してですねあのもう立民と維新の共闘というのが終わりになるということが明確になった。そう えー、何しろ、立民との共、が維新との共闘を解消し、そして150議席を代表が目指すと、で単独で政権を取るという、そういうなんか、えー、話なんだと、まあ、すごい、すごい自己認識ですよね、今から単独で政権を取ると、えー、いうような、えー、内容になってる。 でこの安住さんがですねとが何て言ってるかって言ったらその要するに、えー、もう泉代表がもう維新とは決別するんだとそれで、えー、それに対して立民の安住さんがもう鉄板ですね、この人も、えー、都合よく自民党の後ろをついていって金魚の糞みたいになったら終わりだと維新のことを、えー、挑発するとで維新の遠藤国対委員長はですね、えー、我々大人なのでできるだけ細い糸でつながっていこうとしたが。 共闘ご破産だと言われるならお好きにどうぞとえ言ってえ維新の幹部はえ立民は立憲共産党でやっていけばいいと冷やかに語ったということでもうもはや麻生さんのみならず立憲共産党という言葉がですねえ政界に定着しつつあるということになってきたでまあもう本当にそこははっきりさせましょう このあたり社民党共産党立憲というのもまとめてえ旧来型の昭和型の極左政党として、えー、命運尽きるという状況に我が国は何としても持っていってそして、えー、野党の中でですね再編をしてもらいたいというふうに思います、えー、この <laughs> 自民党の後ろをついてって金魚の糞みたいになったら終わりだっていうけどさ金魚の糞っていうのはねこの 自民党の後ろをついていかなくてもあの立民というのはぷかぷか浮いてる金魚の糞みたいなもんだからさあのついていこうが行くまいが糞は糞なんだよそして維新は別に自民党の後金魚の糞みたいについて歩いてるわけじゃないねあのやっぱり修正法案修正をする昨日も話しましたけども法案の修正をするというのは野党の重要な役割なんですね。でもう肌から議論しないで えー、そのまま実は与党案が通っちゃう例えばこの安倍時代ずっとそうでまあ一番大事なのは予算でしょ国でところが予算委員会でさ森友加計をやるんですよ予算委員会で予算を論じないで森友加計やって安倍政権の予算案がそのまま通るわけでしょこんなねじ曲がった国会あります予算をきちっとチェックしてくれてこそ野党なのよ我々から見ても 私も安倍時代も菅時代も岸田時代もそんなもん政治というものー100%信用はできない当たり前ですだからそれをチェックする予算をチェックする場所でですね盛りかけをチェックし続けて予算は素通りする国の一番の顔は予算ですこんな馬鹿げた国会は本当に国益のためにもやめてもらわなきゃいけないそれを主導してきたのが立憲民主ですよもういい加減 えー、あなた方の命運は尽きているそして国民側もはっきりとその脳を突きつける選挙にしていかなければいけない逆にですね、えー、維新は昨日も言ったけども、えー、政策上是々非々の党です保守から見るとしたがってもっと保守思想保守理念に立ったそして、えー、15から20以上の議席を持った保守野党が必要ですそれには、えー、現状で、えー、いくつかの えー、無所属の会、それから参政党なども、えー、あり、国民民主党もあります。しかしまだまだ思想によって結びつくという、その思想を求心力にするという発想が彼らにもまだないですね。やはり思想抜きに本格保守野党はできない。これもこれから再三私の番組で、えー、唱え続けていこうと思います。ありがとうございました。